こちらの方まで来てください。結構順番すぐ回ってくるんでね、ずっと大会台の方に行った方がいいと思います。まずは、加納さんと黒野さんじゃんけんで HP に P を決めてください。続いての試合は、パプリカさんとウシピーさんじゃんけんしといてください。分かんなかったら、はい、さあ B リーグ第1試合、さあサスカッチ使いの加納と運営、先ほどまで実況頑張ってくれていた、クロノザベルですねの対決、強キャラ対決、セイバートップ2ですね。さあ始まりました。お互い後ろに下がって相打ちでファーストを取っていく。さあ昨日もこの2人はオスロー1のフリップでかなりやってたのか、まあ いたことはいたんですが、対戦してたのかどうかは分かりませんが、さあお互い慎重な立ち回りですね。かなり相手の攻撃をガードして自分の得意な、さあ少々イービル入って、さあ暴れていく、タッチ中継強いですねあれは。そしてターズも当たって、だがここはヘルズゲートで位置を入れ替える。さあロング中継がめんどくさい。さあアバガもしっかりして、さあここまでは可能が優勢に進めているが、クロノはここからどうするか。さあこのリーグはなかなかきついとクロノが言っていたんですが、さあ先に取ったのは可能、序盤のリードをしっかりと守って、だがこれはさあビッグエアからしっかりと5ヒットチェーンで取り返したのはクロノ。ここからがゴムの展開に持っていけるか。さあヘルズゲート持っていけないか。やはりサスカッチあのダッシュがやはり強いんですが、それを見てからヘルズゲートをしていく。さあこの画面端がきつい。さあ残り体力あとわずかだが、最後は投げにはいかず帽子だが、サベル、さあ前昇級になってしまう、あれはキャンセルできない。さあビッグエア、さあ中足イービル、可能が思わずのけぞる。さあこれは取りに行く、イービル入って最後、さあワンコンボでいけるか、だが相手はサスカッチ、ザベルも必死なので、さあ本上司のパワーアップが見込めるが、最後ジャンプ中継上りで当てて勝ったのは可能のサスカッチ。続いての試合は超パプリカデミトリ対ウシピーリリス。ウシピーさんハンター勢、久しぶりの参加ですね。新人大会にはよく来てくれております。さあデミトリリリス、この2キャラはハンターにもいますね。わかりますね。あ、いないですね。いないですね。ごめんなさい。リリスいませんね。いやー、やらかしてしまいましたね。さあ、そんなウシピーさんの緊張のほぐれたところで、さあ、ドラスティックオーバルぶっこんでいく。さあ、パプリカはこの、ジャンプ台 P をどうやってさばくか、デモンで行くのか、空中ガードで行くのか、さあ、デモン切り返して。さあ、キャン、もうこの辺はさすがといったところか。さあ、ソウルフラッシュ当てて、さあお互い殴り合いの様子を呈してきたが、さあルミナスイリュージョン、このコマンド何回入れたかわからない。さあデモンデモン、さあ壊し当てて先に取ったのはウシピのリリス。さあ起き上がりもしっかり追っていく。この辺はやはりハンターでも応用効く、セイバーでも応用効く。さあこの男性一気に取りに行くのか、じっくり行くのか、リードしているのはウシピ。さあアバガもしっかりと弾いて、さあイエス、さあデモンは隙が少ないですね。さあこの画面端バットスピンで逃げる。さあパプリカはちょっとなんとかして1本まずは取りたい。さあプレジャーを2連続で放っていくが、アウシピーのジャンプの前に阻まれる、不発に終わるが、ゲージは1本回収して、さあ大足追い打ちは間に合わないが2ヒットしている、こらしだが、さあルミナスで取っていったのはウシピーのリリス、おめでとうございます。続いては途方さんと加納さん、じゃんけんの方で、あ、お願いします。はい、さあ出てきた途方バレッタ、前回の月例大会ですね、1月の月例大会の、ランダム東西戦で大活躍したこの男、本キャラのバレッタ。対するは先ほど勝利を収めた可能のサスカッチ。さあ前回優勝がサスカッチということでね、今回参加者の中で2人サスカッチいるんですが、そのうちの1人可能サスカッチ。さあ
少々中から、画面端をキープしているのは可能。この辺はちょっとかなり成長が見られますね。だがダークホース暴発もさっきからやたら多いが、さあアバガの反応と引き換えに暴発を手に入れてしまったのか。さあロングロングからこかして画面端キープ、ビッグエア、これがさあ当たる。さあロングショート中、さあ不能がババババと適当なこと言ってるが、それは効かないとこ。さあビッグボール系のサスカッチ強い。さあこの技の振り方ですね、アバガなのか対空見てるのか、結構受け気味にやってるんですが、それが功を奏しているように見える。イエス。さあこれは繋がらないが詰め切りたい。まだまだ1本取れば白ゲージも回復してあるぞ。さあ中大と上りで決めていく。さあ中 P イエスを打ちから削れきれない、どうなる。さあバレッタはまだワンコンボ与えられ、とっとっとと。さあ回復したいところだが回復、さあこれでして、さあ裏回り、これはうまかったが、ちょっとこの火力さ、サスカッチの体力あと6割を減らしきれず。なんだ今のビッグリフトは、いいのか。さあ可能が丸。さあ続いての試合はクロノザベル対、超パプリカデミトリ。その後は誰だ。さあその前に試合を見ていきましょう。デミトリ対ザベル。さあしっかりとバットスピンに反撃をしていくクロノ。だが軌道2択は結構いやらしい。さあパプリカがかなりいい動きをしている。さあクロノは慎重に立ち回っているが、さあデモンクレイド、さあイエスヨシしっかり決めて先に取ったのはパプリカ、これはでかい。さあすぐさまチェーンを決めて、さあすぐ取り返す、ほとんど。さあデスボール、いつまでもデモンなんて打ってんじゃねえよと。さあ追い打ち決めて画面端、さあ不能から、さあリバースなんでしょう、リバースはデモンじゃなかった、カオスかな。デモンだったら勝ってるはずなので、おそらくカオスフレアが暴発でしょう。さあこれで体力、うっと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 、これはうまい。さああのタイミングで出してくるプレジャー。さあデモンクレードル、これは分からなくなってきたぞ。おっとびっくりプレジャー。さあこれ詰め切れるか、クロノは逃げ切れるか、ゲーダン。さあ去って勝ったのはパプリカデミトリー、おめでとうございます。続いてはウシピーさんとカノーさんかな。はい、その後はトモさんとクロノ。さあここでカノーはかなりこのリーグいい動きをしているが、だが百戦錬磨の男ウシピーリリス、ここでウシピーを倒せばその実力は本物かもしれない。さあやはりこの間合い管理、技の当て感。さあしっかりと裏から下段を重ねていくウシピー、だがしっかりガードしているが、アバが入れているが出ない可能。さあ出ないところを出ないままでなく修正していけるかがこの大会の重要なところ。何が自分のアバが入力に悪いのか、遅いのか、それとも数が足りないのか。さあわずかに体力リードしているのはウシピーリリス。
さあ 10P、10P で先に取ったのはウシピ。さあこの金端、さあ襲いかかる中段下段、さあっと起き上がりルミナス、これはいいいい選択肢。そしてすかさず体を入れ替えて、だが可能なあの上り中 P と空中投げを兼ねたあの戦略。おっと後ろからルミナス、ルミナスこれ何回目でしょうか、3回目ぐらい当てて、ゾウとまたもバナしていく。このゲームゲージ溜まりまくるぞ。ハンターだったらまだ2本ぐらいでしょうか。あっと大 P 大 P、 さあこれはっとビッグヘッド、やはり速い。勝ったのはカノーサスカッチ、カノー3連勝ですか。で徒歩さんとクロノ君ですね。さあこれは、カノーさんが一歩リードして、残りは混戦になってきましたね。さあクロノはここは取っていきたいところ、出ないと言い抜けの戦線に絡めないぞ。さあこのお互い飛び合っている空中戦が強いキャラ同士。さあ落として不能ではない、やはり難しいですねあれは。さああれもなぜ不能にならなかったのか、早かったのか遅かったのかを修正していければまだチャンスある。空対空が当たればまだチャンスはあるが、わずかに徒歩がリードしている状態。さあわずかとはいえバレッタはリードをちょっとでも持っているとかなり試合を作れるキャラ。さあイエスガーキャンから一発入れば、どうしゃがみ正気、これに当てるのはシナの技か。さあ画面端から逃げていく。さあまだまだ時間はたっぷりある、落ち着いていきたい。さあ裏回りにもしっかりとコンボを決めて画面端ヘルズゲート。さあヘルズゲートされても関係ないと言わんばかりに追い詰めていくと、またもくぐる。これはちょっと予想外の展開か。さあ下段しゃがみ中 P が当たって勝ったのは徒歩、おめでとうございます。次はあれ、徒歩さんが少ないな。徒歩さん連戦でパプリカさんと、次がウシピーさんとクロノ君。さあここで一生同士かな、一生同士の徒歩対パプリカ。さあ先ほど A リーグの方で、練馬対、夜の戦いもありましたが、これはどうなるのか。先ほど勝ったのは練馬バレッタ。さあそして今回も押しているのは徒歩のバレッタ。さあカオスとミサイルを撃ち合うが、さあゲージ貯めて有利なのはどっちだ。さあ少々中でしっかりとダウンを奪っていく徒歩。さあデモングレドル。さあプレジャー、この遠距離のプレジャーが、さあしっかりとイエス打ちでとどめを刺していく。これで追いついたのがパプリカ。さあ空中戦、さあ小足が刺さる。あれはやっぱり入れっぱに対して重ねができてるってことですね。かなり、上級テクニックですがしっかりとやっている徒歩。対してパプリカも暴れやプレジャーがいい感じで決まっている。さあこの残り体力あと8割ぐらいのバレッタをどう料理するのか。だが自分の体力がない、体力がないと
戦術も限られてくるぞ。さあ2段ジャンプを捉えきれ、さあしっかりと台足まで振り切って当たるデモンクレドル、これは分かんなくなってきた。さあ台足追い打ち、さあすれ違いざまのジャンプ中 P、 勝ったのは途方のバレッタ。続いては、クロノザベル対ヨシピーリリス。さあクロノ、ここはぜひとも勝っておきたい。リーグ戦全敗はちょっと避けたいところ。そしてウシピーは1位もしくは2位に絡むためにこの試合も取っていきたい。さあリリス対ザベルですが、さあガーキャン昇竜、さあガーキャンに対してやはり有効なのはずらしですね。単発をガーキャンされるってことはずらせば、まあ、もしくは投げですね、投げが有効。ガーキャンを入れてるってことは投げに対しては、無防備ってことなので、さあイービルパナしていくがそれすらもガーキャンされてしまう。さあこの辺のガーキャン精度はハンター仕込みといったところか、セーバーの方が簡単らしいですからね。さあそして画面端しっかりと逃げていく。クロノはうまいこと端からは逃げているんだがその後が続かない。さあ何かこれまでの戦いで、おっと前に蹴ってお見合い、さあ殴り合って対空昇竜、これは厳しいか。だがリードしているのはクロノ、対空見ている。この辺がリリスの厳しいところですね。さあダッシュダイピーからルミナスはガードされてしまうが、なんとか被弾は抑えた。さあ小中中で取り返したのはウシピー。ここから画面端どうなる。さあ後ろから少々イービル、クロノの得意技から不能、不能で繋がってないが勝ったのはクロノ。今のは最後は輝いていたクロノ。さあ続いての試合はトホーさん、あ違う、カノーさんとパプリカさんですね。さあ、トホーが2勝、パプリカ1勝、ウシピ1勝、カノーが3勝なので、カノーさんはこれトホーさん、あれ違うな。まあ、まだちょっと分かりませんが、まあ、これ勝ってしまうと全勝ですね。文句なしの1位抜け。あのさすがに、さあデモンクレードがデモンクレード当たって大ピーも当たる。さあここまではパプリカペース、パプリカかなり攻めがうまく通っているぞ。やはりここまで修行の成果が出ているのか、かなり修行してきましたと言っていた津田沼でやってきたのか。さあ台風で反撃、さあバットスピンはああいうのがね難しいですね前から。さあイエスでもパナしていったがパームで押し置き。さあこのダウンは結構でかいぞ。さあイエス打ちは間に合わない、だがダイエス刺していく。あの当て方がうまいですね、リーチを生かしていく。やはりアバガが毎回ダイではないので届く時は届く。さあ画面端でとがめる。さあパンパム中段からのずらし気味の中中台が刺さって一気に減らされた。勝ったのは可能全勝ですね。では続いての試合、最後の試合になります。 B ブロック、トホバレッタ対ウシピーリリス。そうですね、ウシピーさんが勝ったら、トホさんともう一回やってもらいます。で勝った方が2位抜け。これは何としても勝ちたい。バレッタハンターにいませんか。見たことない。さあチェーン決めて、さあこれは美味しいぞ。さあセイバーはチェーンを3回決めれば殺せるゲーム、インパクトダメージの妙。さあさあスカシがかなりいい感じだったが下段技じゃなかった。しゃがみ中継、さあセイバーのリリスは中足が異常に発生が早いので下段はあれだけでいいでしょう。さあだがトホもこのよくわかんねえ2段ジャンプ、さあ追いつ
小足、今のは裏ですね。逆ガードしないとガードできない。着地に下段を重ねると、下段じゃないですね、技を重ねるとですね、逆ガードになることがあるので、まあなかなか見切れないですね、あれは。さあ1本取って、さあバレットの体力を早くも3割減らしているのはウシピーリリス。これは再試合あるか。飛び込みも入って、さあ着地にルミナスで、やはり速い技で割っていく。これはさあ今のはなんかガードを引きずられたような感じになったが、さあこっから一気に襲いかかる。さあジャンプ台 B から昇足決めて、ウシピーリリス勝利。これで2勝同士で連戦でお願いします。席はどうしますか。このままでいいです。はい、さあ負けた東方さんがこのままでいいですと言ったので、このまま行きましょう。さあこれ勝った方が2位抜けですよ。負けたら次はない。さあ緊張の一戦、先ほどの一戦とどういった展開の違いが出てくるのか。さあ序盤のやはりダメージですね。序盤が重要ですとよくカジリリスが言ってますが、ウシピーは先ほど序盤をかなりうまく美味しい感じでチェーン、フルチェーン2段決めて取っていった。だがここまではトホ、さあトホがずらしと横押しを巧みに使ってほとんど体力を減らされずに1本取っていく。シャイニングブレード。さあこの空中ガードがめんどくさい。さあだが1本取られたとはいえここまでゲージを使っていないので、さあ1回目ルミナスパナしていく。さあなんとか、そうですね、先ほどもかなりジャンプ攻撃が正面から当たっていたので、だがしっかりと見ているのかと思う。さあ不能昇足、これはシャイニングで切り返す。回復したい。回復すればまだチャンスあるが、ソウルフラッシュ追い打ち、前置きしてきた。さあ前置きからアップルフォーユーを出してくる。すごい狙い。これは決まってたらかなり悶絶ものでしたね。さあルミナス、この入力制度追い打ち決めて、あ追い打ちは決めない。この体力はかなり、コウモリ1本、さあ不能、これはバレッタ汚い。さあウシピーさん惜しくも敗れてしまって、2位抜けはトホバレッタ、1位抜けはカノサスカチ、全勝ですね、かなりのもの。さあそれでは実況黒野くんに変わります。